何か分かったの？ミゼラ。うん、感じたの。炎の中に宿っている私自身の意志を。ミゼラの意志？私はちょっと前まで、彼方を綺麗な場所に戻すためなら自分がどうなっても構わないって思ってた。だけど気づいたの。世界はそんなに優しくない。私がこの身を犠牲にしたくらいじゃ願いは叶ってくれないって。だからあの時、どんなことがあっても正しいはずの彼方を私が守り続けると、そう決めた。邪魔するものは全て燃やしてでも。この炎の鳥は私の攻撃の意志が形を成したもの。彼方のためなら今より罪を背負っても構わない。あらゆるものを燃やし、灰にし、無に帰す。それが私のやるべきこと。そのための力。ミゼラ。炎が安定している、制御できているのか。抑えられなかったのは、私の攻撃性を私が自覚してなかったから。でももう大丈夫。さっきはごめんなさい、ビシャス。あれ？お前が俺に謝るなんて拍子抜けもいいとこなんだけど。自覚してなかった攻撃性が漏れ出て勝手に暴れちゃったみたい。もうこういうことはないようにする。あなたを燃やすときはちゃんと私の意志で燃やすわ。塵も残さないようにね。なんでそうなるの？理屈が全然わかんないんだけど。女心は男子には理解できへんもんや、カナボ。いや、絶対これは女心ではないだろう。前言撤回だな。やっぱ面白いじゃん、ミーゼラ。